あの見た目も考え方も日本は中国の方が近いですよ。日本人的な価値観っていうのと間違った価値観を直すっていうのは結構時間がかかるのかなというふうに思ったりします。 市場は失敗しますが政府も失敗することは明らかですが、これだけ過去のデータが存在する時代ではアルゴリズム政府が将来の最適政策を導くと考えますが、将来の不確実性や外部戦に対しては課題はないでしょうかヒロキさんもボランティアで長寿した各国合宿、国合宿で AI 行政化にかなりご尽力されていると思いますが、ヒロキさんの体制の時間をそこに費やされているのを拝見していと、かなりの大きな効果を勝手に期待してますが、そうでもないでしょうか別にそうでもないです。 えっと、あの、アルゴリズムで政治を決めるというのの最適解は、あの、結局、アルゴリズムっていうのが、まあ、人間が決める場合であれば、こういうものを実現したいよねっていう形でアルゴリズムを作るし、で、機械学習でじゃあ自動的にその、あの、アルゴリズムを適当に作ろうっていう場合も、その、どういう状況を最適解とするというのを決めて、で、それの一番上手いやり方というのを機械が勝手に選ぶっていうのがあるんですよね。 で、それをやってしまうと、あの、まあ、まずそのゴールを間違えることが多いんですけど、まあ、ゴールを間違えるでいくと、例えば日本の場合って、その、今の有権者が幸せを感じるのが最適である。で、今の有権者が幸せを感じるというのは、日本人って平均年齢がもう48歳を超えてるので、なので、あの、えっと、3分の1が年金もらってるんですよ、日本人の。 で、あの、若い人とか働いてる人とかって選挙どうでもいいとかっていうのに行かなかったりするので、なのであの、年金もらってる世代の投票がやたら多いんですよね。で、そうすると、じゃあ最適解としては、働いてない年金受給者が幸せになれるような政策をやるというのが正解で、で、それをアルゴリズムがやったとしても、日本人の人間の政治家がやったとしても、結果としてはあまり変わりませんってことなんですよ。 で、あの、長期的に30年後の日本がどうなるかというので、30年後の日本の経済が良くなっているというのを意識するのであれば、少子化対策をするべきなんですよね。あの、GDP の経済と、あの、その国の人口っていうのは完全に比例するので、 なので、あの、人口を増やした方がいいよね。そうすると、じゃあ、少子化対策をして子供増やした方がいいよね、と。で、子供増やすと、20年後に、あの、人口が減るんですけど、あ、まあ、その、いや、大人っていうのが二十歳なので。で、まあ、日本の場合だと、その、大卒とか見るので、22歳ぐらいから金稼ぎ始めるので、そうすると、今、えっと、大学は半分の人が行くので、まあ、22年後以降に、ようやく経済が回り出すとなると、22年間は、支出が増えるんですよ。 子供が、あの、子供に対してお金を払おうってなると。で、それをやっちゃうと、現状のその3分の1年金もらってる人たちの、あの、取り分っていうのが減っちゃうので、結果としてそれは良くないよねっていうのを選んでしまうので、なのでそのアルゴリズムにその設定ができるかどうかっていう話なので、で、アルゴリズムにその設定をするか、政府がそっちの方向に行くかっていうのをやると、えー、要はその、 22年後に日本が良くなるというのを選ぶ政治家もいないし、そういう設定のアルゴリズムでいろいろ計算しておいた方がいいよってっていう人もいないので、なのであの、成田さんがその、アルゴリズムで社会をいろいろ組み立てた方が、結果としてうまくいくよねっていうのは、言ってることは正しいんですけど、政治家と,、えー、と人間はアホなので、それを選ばないということなんじゃないかなと思います。 まあ、例えば、あの、えっ、ー、と、あまり多くの人は同意しないと思うんですけど、よくその、僕はあの、台湾と中国って同じような民族だし、文化も一緒なんだから、別にあの、合併してもいいよねって思う人は台湾にもいるよねって話をするんですけど、で、それを認められない人って結構いるんですよね。 で、割と日本人の人で、あの、アメリカの人たちが自分に近いと思ってる人多いと思うんですけど、あの、見た目も考え方も、日本は中国の方が近いですよ。<laughs> あの、アメリカの場合って完全放置主義で、あの、法律が正しい。あの、法律に書いてないことは何をやってもいい国なんですよ。 なので、あの、例えばじゃあ、その、法律に書いてないことで、じゃあ、破壊し蹴って、蹴ったらいけないって法律に書いてないから蹴りましたっていう、ひずまりゆうさんみたいな人がいたら、何の問題もないんですよ。だって蹴っちゃいけないって書いてないし、罰則もないんだから。でも、多くの日本人の場合って、いやいやいや、だって、その先祖もいるし、多くの高齢者っていうのが今までの社会を作ってきて、その人たちが墓に入ってるんだから、破壊けるなんてないでしょ。で、その考え方って、儒教の文化で、あの、中国の文化なんですよ。 で、あの、その、ヨーロッパの人たちが、俺たちヨーロッパとかに縛られるの嫌だわ、っつって作ったアメリカの、その、いろんな人がり混じってるから、文化とかマジ無視します。文化なんか関係ありません。法律だけで全て置きます。っていうのがアメリカなんですよいや。その、多くの人がいて、多くの文化があるから、文化に対しての、その、要はあの、言わないでもわかるよね、とか、いや、人としてそれはどうなのみたいなことは、 一切なくします。法律に書いてることが全てです。っていうのがアメリカなんですよ。で、イギリスとかだと、あの、不文法みたいな形で、その、法律に書いてないけど、まあ、判例的にはこうだよね、みたいなのが割と通ったりするんですけど、あの、アメリカもひたすら成文法で行きます、みたいなことなので、なので、あの、根本的な考え方でいくと、やっぱアメリカと日本と中国で考えると、日本と中国の考え方近いんですよ。 なので、じゃあその、どっちの方が、その日本人は所属したら幸せになるのって考えると、その見た目も考え方とは、実は中国に所属した方が、あの、考え方近い人多いんですよね。最近、あ、そういうことなんだなと思うのが、あの、まあ、ネトウヨ的な人たちっていうのが、 その、統一協会の人たちが、あの、日本人の被害者から金巻き上げて、で、あの、年間に200億円くらい送金してますっていうのがあって、で、それで被害者とか文句言ってるし、で、じゃあそこで自民党がなんで捜査をしなかったのかっていうので、で、安倍首相がその統一協会の票のコントロールしてたよねっていうのは、あの、参議院議員の青山さんも、あの、参議院議長だった伊達さんも言ってるんですよ。なので、あの、 安倍首相の功績は功績としてあるんだけど、安倍首相がやらかしちゃった部分はやっぱりやらかしちゃった部分で良くないよねっていうので、その良い部分と悪い部分人はあるよねっていうふうな考え方って割とアメリカ的なんですよ。でも日本の場合って、その、 この人を信じると決めたんだったら、最後まで信じる方がかっこいいよね。間違ってたとしても、人を支えると決めたら、最後まで支えるというのが、その一所懸命だったり、男気だったりっていう、その任教の考え方だよねっていうのが価値観としてあるんですよね。なので、ネトウヨ的な人って、あの、割と未だにその自民党を支持してたりするんですよ。要は自民党の安倍さん的な。 で、僕は、あの、日本政府は自民党が運営してた方がいいとは思うんですけど、ただ統一協会に関しては、あの、もう一切関わらないっす。統一協会に関して捜査もして、調査もするし、あの、まあ、ちゃんとあの、幹部とかも逮捕して、で、その外国に100億円毎年送るような組織っていうのをなくした方がいいよね。っていう考えなんですよ。 なので、あの、要は、それはそれ、これはこれっていう考え方が、割とその、法律的な考え方で、でもその、それはそれ、これはこれっていう風な考えをするやつって、部下に増えると困るんですよ。要はその、俺が面倒を見てやったんだから、俺が面倒を見た以上は、俺の言うことを必ず、その、従えとか、俺を支えろっていう方が、割とその、上に立つ人は便利だし、で、日本は割とそういう文化なんですよね。なので、あの、 まあだいぶ最近は言ってきたんですけど、なんかあの先輩の言うことには従うし、そう、どんなに不尽なことでも後輩はそれに従うっていうのがあるんですけど、あの、アメリカで聞いたことないんですよね。 あの、先輩が後輩にか服を選択しろって言って、選択したとか、あの、先輩になんか理不尽なことを言われて殴られたとかって聞いたことないんですよ。あの、年上だろうとなんだろうと、法に触れたら通報するし、間違ったことやったらふざけんなボケって切れるっていうのがアメリカ人なんですけど、なので、割とその、 あの、人の支配っていうのを日本の人たちは正しいと思いがちっていうのがあって、例えば自分の子供のためだったら死んでもいいと思ってる母親って、あの、口だけじゃなくて、本当にいるんですよね。あの、結局その、まあ、あの、男の人と違って女の人ばいって、その子供を守るためには本当にスイッチが入るみたいな話があって、日本の場合ってそのベビーカーに乗ってる子供に下打ちをするとか、 ベビーカーを蹴るとかっていうので、そのお母さんが謝るみたいのがあるんですけど、ただ、あの、子供に対して何かしたら、女の人って激切れするし、下手したら刺してくるんですよ。あの、ま、私はしれない人もいるんですけど、あの、 子供に手を出したら本当に切れる母親って結構多いんですよ。男の人はビビってやんない人もいるんですけど、女の人の場合って完全にそこら辺のその計算とかとは関係なく、あの子供を守るためだったら自分は死んでもいいっていう人がガチでいるんですよ。で、あの、結局その、あの、 何か自分が守るということが、その、あの、自分の存在価値であるっていうのは割と女の人が思いがちで、で、子供が生まれると、そのスイッチがどうやら物理的に入るらしいんですよ。男の人の場合は、あの、子供が生まれたんだ、これ自分の子供なんだって言って、あの、理性で自分の子供であるという認識になるんですけど、あの、やっぱ母親は子供を産んだ時にどうやらそのスイッチが入るらしくて、あの、もう完全に物理的に違う生き物に切り替わるんですよね。 あるいはその、あの、なんか、彼氏大好きとかでも、彼氏好きだけど、子供はもう全然上、みたいな。要は、旦那さんとかね。という感じの本能が切り替わるのがあって、これ、当たり前やんっていうのがあるんですけど、これ、あの、実はね、ここが当たり前っていうのは、女の、子供を持った女の人は当たり前だって分かってるんですけど、男の人とか子供を持ってない女の人は実は分からなかったりするんですよね。まあ、それは置いといて。で、そういう人にとって、その、自分の子供の最善を尽くすというのが、自分の人生をかけてでもやるべきことなんですよ。 で、その、割と、あの、子供を持ってなかったとしても、あの、ホストにはまる人とか、あの、推しがいる人って、女の人の方がハマりがちな気がするんですよね。で、その、おんまあ、あの人にはよるんですけど、ただ女の人の方が割とこの人を守ろうとか、この人を支えよう。で、その、女の人が推しを支える時って、あの、 ワンチャンこいつと付き合えたらいいよねって考えてるのが男の推しなんですよ。だから例えばそのじゃああの CD いっぱい買って握手会でその握手しようみたいな人ってワンチャン仲良くなりたいみたいなのが結構男の側は金払ってでも仲良くなりたい結果として何かあったらいいかなみたいなのなんですけど女の人の推しの場合ってめちゃめちゃ金払うけどあの別にそんなになんか自分を認識してもらいたいっていうのがない人が結構いるんですよ。 あの、ただ金払って、その人が大成功するのを、あの、なんか、こう、観客席で見てたいだけです、みたいな。っていう感じで、実はその、あの、人を支えること自体が楽しいっていう人たちっていうのが、一定の割合でいるんですよ。 で、あの、なんですけど、なので、その、まあ、ちょっと宗教の話に戻るんですけど、その、人って不安なんですよね。あの、自分がやってること正しいのかなとか、自分が生きていて何のために生きてるんだろうとか、あの、なんか人に迷惑をかけて申し訳ないみたいなのもあったりするんですけど、ただ、これをやってると正しいんだよっていうのがあった方が、スッキリした安心できる人っていうのがいるんですよ。 なので、あの、自分がじゃあ働いて金稼ぐの何のためなのと。あの、会社に行って上司に怒られて、別にやりたくもない仕事をして、金稼いで、家賃払って、これ一生続けてんの何のためなので、ただこれが、この金が、推しが幸せになるための金なんだよって思うと、喜んで働いて、喜んで推しに払うっていう人がいるんですよ。で、その推しが、 メシアだったりするんですよ。要はその、今、あの、人類というのは割と腐敗してるんですけど、あの、たまたまメシアが今の時代に韓国に降臨してきていて、韓国人で、で、そのメシアが言う通りにやってると、社会が良くなりますよ。 で、そこにじゃあなんかあの、他方等です、400万円です、みたいなの払うと、なんか、お、すごいっすね、これ買ったんすか。いや、メシアがそれで幸せになるし、社会のためになるし、あの、すごいありがたいっすって言われると、あ、本当にいいことしたんだ、マザームーンありがとう、みたいになって、それで幸せを感じる人っていうのもいるんですよ。なのでその、日本人のお尻がある人っていうのと、その宗教に金を払う人とか、その、ホストクラブで誕生日の時に、 その、誕生日の時に、シャンパンタワーを作ってあげなかったら、推しがかわいそうじゃん。だから、誕生日にシャンパンタワーを作ってあげるのは、私の役目ですって考えて、推しが、その、あの、ホストグラムの推しがシャンパンタワーを作って、ありがとうって言ってくれるために、1ヶ月間毎日きつい思いして働くのは、結果として自分も、あの、楽しいし、幸せになれるっていう、そういう考え方を持つ人っていうのが、結構、多い気がするんですよね。 あの、だから、そういう意味でいくと、あの、みんなすごくいい人なんですよ。推しが幸せになってほしいとか、自分の子供が幸せになってほしいとか、例えばその、子供を育てる人って別にあの、自分のキャリアを捨てて子育てをしてたりするんで、別になんか子供ほっといたっていいじゃんっていうので、あの、ほっといてなんかネグレクト的になってる人もいるんだけど、そうでもなくて自分の時間とか神経とかいろんなものを費やして子供の世話をする人もいれば、その、マザームーンにありがとうって言って花束をあげるおっさんとかもいたりするんですけど、 で、大体、ああいう宗教とかホストとか、推しとかにハマる人って、基本みんな我慢強くていい人なんですよ。で、あの、統一教会の2世の人とかも言ってるんですけど、あの、宗教の教義自体は、あんまりその、そんなに正しくないかもしれないよねって薄々感じるんですけど、その、同じ場所にいる仲間たちというのはいい人が多いんですよ。 なのでその競技も自分のあのその競争もそんなに信じてないけど、でもその同じお祈りをしてたりとか、お金を集めたりとか、週に1回集まる周りの人たちはいい人だから、この人たちとの関係性は続けたいよねっていうのは、当然起こり得る反応なんですよね。そのじゃあ推しとかがいて、 で、そのイベントごとに、じゃあ集まって地方から来て、一緒に頑張ろうとか一緒に出待ちしようって言ってる、その友達は同じ苦労を味わってるから、その、やっぱりこの友達が行きたいって言ったら、じゃあ一緒に行こうって言って、料金払っちゃうよね、みたいな感じで。なんでその、人の気持ち、人の痛みが分かって、人が喜ぶことに自分が傷ついたとしても良いと考えられる、割と良い人が多いんだと思うんですよね。 で、僕とか、あの、60過ぎたアニメ大好きサイコパス岡田斗夫さんとかは、やっぱりあの、他人が喜ぶことと自分の幸せでいくと、自分の幸せ第一なんですよ。自分が幸せで他人も幸せだったら全然いいんですけど、あの、僕が傷つくことで他人が幸せになりますって言った場合に、あ、超他人どうでもいいってなるんですよね。 その、なんか、じゃあ僕がそのなんかあの、こう、手首を切って血がブワーって出たら、あの、この人がちょっと喜んで幸せになりますってなったとしても、僕は絶対やんないんですよ。なんだ、僕人生で献血1回しかしこせないんですけど、あの、やっぱ痛いじゃん、献血、やだっていうのが、あの、僕の考え方なんですよ。まあ、あの、血圧が低すぎて、あの、献血できないっていう問題もあるんですけど、 なので基本的にその、あの、やっぱ宗教にはまってしまう人っていうのはいい人が多いので、逆にだからその抜け出すのも難しいっていうのもあって、なのでその宗教が、あの、要は統一協会幹部がやばいことやってるのよねっていうとあっても、やっぱり統一協会自体はちゃんと守り続けたいよねと思ってしまう信徒の人たちがいるのもそういう構造なんだと思うんですよね。 なので、その、あの、ネットウヨの人たちとかも、俺たちが一度信じた人は最後まで信じるべきだから、その統一協会の問題があるから自民党を攻撃するようなやつは敵であるっていうふうに思っちゃうっていうのもあって、そういう意味で、なかなかその日本人的な価値観っていうのと、そこらへんのその間違った価値観を直すっていうのは、結構時間がかかるのかなというふうに思ったりします。